お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュロールやってくんすけど、動画投稿ね、今日ちょっと遅くなって、申し訳ないです。今日はね、昨日の VS ポノス対ファブの、話しながらちょっとね、このデッキ使っていこうかなと思います。で、ちょっとね、ほんと昨日の、知ってる方は知ってると思うんですけど、僕がね、完全足を引っ張り、負けてしまったっていうので結構メンタル来てるんでね、ちょっとそれもあり、動画撮るのがちょっと遅れてます。で、このデッキなんですけど、世界一の人のデッキですね。これ上の2人は爆ですね。この人がこれで世界一行ってるんですよ。もうすごいっすね。後ろから形組んでレイジでヒースピブッパの柳雨でパーのワンパーンみたいな感じのデッキで、僕も今マルチやってて、今世界3位ですね。はい。で、昨日世界1位と同じドローまで行って、世界2位かだから、まで行ったんですけど、世界1位にはまだ行けてないって感じで、世界1到達動画も出せたらいいかなと、思います。で、ホグでやってますね。はい。さっきのプロフの。ってなわけで、話していくんですけども、昨日ね、はい。ポノス VS ファブクロロリーグイーストですね、があって、まず KOH ですかね。KOH は、僕がね、3番手で行って、最後、エクスボマスター選手で、回ってきたんですけど、僕が勝ってればね、そのセット勝ちなんですけど、そこで負け。で、セット2は、テンゴットがね、勝ってくれて、で、最後のセット3、1v1 ですね。1v1 も、僕が今回出たんですけど、で、相手が、エクスボマスター選手か、また。で、エクスボマスター選手に、1-1 になって、最後また負けてしまって、結局僕がね、負けて、セット取られ、負けて、セット取られっていう、本当にマジでね、何も言えないんですけど、なんかもう完全、ただただ足を引っ張ったっていう結果になっちゃったってやつですね。というわけで、結構メンタルに来てますね、本当に。いやもうね、表現はなかなかできないんですけど、もうえぐいぐらい来てます。辛いですね。苦しいですね。なんですけど、動画ね、ちょっと撮んなきゃいけないなと思いつつ、今撮ってます。よいしょ、はい。でですね、なんか KOH は負けて、1v1 最後取り返せればよかったんですけど、そうですね。そこでうまいこと、X4 のデッキもうまいですし、プレイもうまいですし。いや、なんかちょっとね、辛いですね。日本戦っていうのもあるんでね。これ日本戦同士だ、日本チーム同士だからこそ勝ちたいっていうのもね、ありましたし。そういったわけで、これ何もできねえな、これ。守らなくてよかったですね、これ。無視してキング行っちゃえばよかったですね。ちょっと行ってみようかな、これ。行ってみます。はい。ってなわけでですね。でも、個人的な、本当に個人的な、そんなことを言ってる場合じゃねえよって感じではあるんですけど、KOH と 1v1 ってやっぱちょっと違うんですよね。デッキの考え方であったりだとか、なんか駆け引きがね、出るんですね。KOH の勝ち抜きだと、なんかもうね、一戦で負けたら終わりなんですけど、1v1 だと、駆け引きがちょっと出てくるので、デッキの読み合いだったりだとか、なんかそういった部分のね、バトル以外での、ちょっとね、戦いとかも出てくるんですけど、それは今回 X4 とできて、ちょっとなんか楽しかったっていうのは一つあるんですよね。本当に。そんな悠長なこと言ってる場合ちゃうわーって感じなんですけども、よいしょ。普通に戦えたことっていうよりは、そこのちょっとね、久しぶりに X4 と試合して、そういった駆け引きができたのは、個人的には楽しくできたかなと思いますね。でも結局負けてるんで、そこを勝ってればね、もっともっとね、楽しく思えたというか、いい思いができたとは思うんですけど、そこを勝ち切らないといけないですねっていうのが、大きく胸に来ましたね。今後に、これはどうにかして、つなげていかないといけないので、思ったことというか、ためになったことは、いろいろありますんで、それは、次につなげつつ、で、本当に次頑張ります、次頑張りますだと、本当に視聴者にもですし、チームメイトにも次僕が試合出たいとか言っても、いやー、お前、ってなるじゃないですか。言ったら。負けてる、
やつを、まあ、チームメイトからして、まだ出てほしくないじゃないですか。まあ、やっぱりこう、勝ってる KK とか、もちろんそっちの方が出てほしいですし、こう、負けてる選手出すのはなーってやっぱなるものなので、まあ他の人はわかんないですけど、僕は。なので、こう、やっぱこう、結果をどっかで出さないといけないというので、まあ、デッキ練習にもなりますしね。マルチで。まあ一旦グロ1位行って、かなーって思ってるんですけど、やべ、これ相手トルネあるのずるくね？ちょっと待って、トルネずり。トルネずりんだけど。あーはー、これトルネずりっすわ。あんま言いたくないですけど、トルネずりっすね、これ。よいしょ。相手のトルネライドラベビーが、あ、でも、いい感じに空だけ回収。はい、っていうので、まあ今ね、マルチ、一旦、こう、シーズン序盤って、こう、あんま、なんか、言い方、悪いのかもしれないんですけど、こう、上手い人が結構やってないので、勝ちやすいんですよね、やっぱ。序盤だと本当に。結構圧倒的に違いますね。シーズン終盤ともう序盤、もうシーズン最終日だけ圧倒的に、もう本当変わるんですけど、もうシーズン序盤とか特に結構勝ちやすいので、まあ、この序盤でも、世界一取れなかったら本当にもう、なんだろう。全然だなーっていうので、とりあえず世界一取るかーってやって、まだ取れてないので、本当に。まあそういうところがですね、世界2位までは行ったんですけど、まだまだ甘い部分かなというわけで、よいしょ。トラ上げもね、今季は本当にマジで、バチコリ上げていきたいんですが、よいしょ。あ、これヒースピで回復します。ヒースピ OP! あはー、レイジーちょっと早かったな、これ。これ、折れるかな？ちょっと折ってほしいですね。というわけで、まあ、マルチも世界一到達動画を出したいので、明日かの明後日に、まあ、出せれることをね、ちょっと、出せれるといいなと思ってますんで、お楽しみにください。すごい絵面だな。これ、ヒースピー飛ばせば、ヒーラーの回復にさらにこのヒースピーの回復でね、もう全回復しちゃうんで、で、あと、レッツパーティーと言ったところで、この相手のエリコールもね、全部アドなんでね、これ。で、レイジで、いや、すごいな、これ。なんか、でも本当にこのデッキで世界一行ってるんで、多分強いですね、これは。いや、その世界一の人ともやったんですけど、いや、本当にもう初手からケツエリコール、ダクネヒーラー、レイジみたいな。もうそんな感じでしたね。えぐい立ち回りを、まあ、されましたけど、結構強いっぽいんでね、ぜひぜひお試しください。というわけで、来週の土日が、てか次の土日がノバとタロンか。はい。結構強いところなので、まあどこも強いんですけどね、正直。しっかりそこを2つ勝ち切って、ちょっと流れをね、掴めたら、あー、いいロケットだ。掴めたらいいかなと思います。あ、コカッちゃんですね。バレル飛んできた時に考えればよかったロケットの対応。うわー、すげえ。これ柳雨。やらめ使いたくないですね。ティティティン。いてててて。ヒースピちょっと下手だったな、今。ライドラーをうまく回復できたらよかったかなー。というわけで、いや、結構メントリきますね、マジで、本当に。これはね、味わってほしいっていうわけではないですけど、このね、なんていうんすかね、もうその場から消え去りたい感じの、感情はね、ちょっとやばいですね、本当に。こう、なんて表現すればいいんだろうね。もうやばいっすよね、もう。自分のせいで、こう試合負けたってなると、なんだろうね。ちょっと、まあ、スポーツしてる人とかだと、もしかしたらね、ああいうことがあったなとかがあるかもしれないんですけど、結構ね、来ますね、本当に。本当に。ポノスの僕ら9階か、会社が9階なので、9階でね、試合の日だけ集まって、そこでね、スタジオみたいな感じのところで、まあ、試合してるんですけども、試合終わった後もね、その場から飛び降りたかったですね、9階のビルからもう。なんかいなくなりたかったですね、マジでこう、申し訳なさと、なんかもう、ダサさと、もう、もうね、ちょっとね。やられてますが。
これをねやられた分をねもう全吸収して、全部吸収して、まあ、僕の強さに変えてしまえばね、まあ、逆にいいんじゃないかなといったところで、まずはこの試合を勝たないといけませんね。で、インフェだな、インフェがねちょっと厄介ですね。よいしょ、レイジのチンパン、いけ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 、オッケーオッケー。いやーチン、あのプリンやだな、あのプリンやだ。ロケット外す、きたー、レイジのおかげ、来ましたね。なんか申し訳ない気持ちにほんのちょっとだけね、まあ、なりますが、まあいいでしょうと言ったところで、このヒースピがね回転早めるし、さらにねエリゴレのあの手動回復、さらにヒーラーの回復もあるので、まあ、2倍回復っていうのがね、まあ、結構いいのかなと思います。というわけで、はい、次の試合、まあ、頑張りますね。で、頑張る頑張る言っても何も変わらないので、しっかりマルチでも成績残したいなと思いますね。とりあえず明日か明後日に世界一到達動画、上げる予定なので、はい、行けなかったら上がんないですけど、お楽しみにください。というわけで、これからもね、ちょっと応援よろしくお願いします。本当に。しっかり勝つんでね。次からは、はい。ぜひ、応援よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。